毎度都営バスをご利用いただきありがとうございます。このバスは東新宿駅前経由早稲田行きでございます。次は新宿駅東口、新宿駅東口でございます。事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、手すりまたはつり革などにおつかまりください。お客様にお願いいたします。バスの直前直後の横断、駆け込み乗車は危険ですのでおやめください。次は新宿駅東口でございます。
行きでございます。ご乗車の際はご乗車またはバスの静かなご用意をお願いします。お待たせしました。この公園バスは携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。お年寄りやお体の不自由な方、小さなお子様連れや妊婦の方、マタニティマークやヘルプマークを身につけている方に座席をお譲りくださいますようご協力をお願いいたします。東京都および警視庁からのお願いです。違法駐車が交通渋滞の大きな原因になっています。迷惑駐車はやめて駐車場を利用しましょう。次は新宿伊勢丹前でございます。
に止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。次は日清食品前、日清食品前でございます。車内混雑時にはベビーカーを畳んでのご利用ご協力お願いします。次は日清食品前でございます。次は東新宿駅前でございます。
失礼いたします。次は大久保通り。大久保通りでございます。一人で悩まず、まずはご相談ください。精神科・心療内科の富山メンタルクリニックはバス停そばビル6階にございます。東京都および警視庁からのお願いです。違法駐車が交通渋滞の大きな原因になっています。迷惑駐車はやめて駐車場を利用しましょう。走行中の座席の移動は危険ですからおやめください。次は大久保通りでございます。次止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。
空港ヌイクセンター前でご列車となります。学習院女子大学前、諏訪町交差点、歯周病治療と予防歯科に受診があります。タスクデンタルオフィス前でございます。整形外科内科も診療、骨のマークが目印の西村整形外科クリニックはこちらです。次、止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。お客様にお願いいたします。お年寄りやお体の不自由な方、小さなお子様連れや妊婦の方、マタニティーマークやヘルプマークを身につけている方に
座席をお譲りくださいますようご協力をお願いいたします。次は高田の馬場2丁目でございます。次止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。はい、馬場2丁目でございます。ありがとうございます。次は西町田でございます。運転免許はレインボーです。無料送迎バス
池袋駅からも運行。詳しくはレインボーモータースクールで検索。総大生は早稲田大学生協で、戸塚警察署からのお願いです。降りたバスや駐車している車の直前直後の横断は非常に危険です。道路の横断は左右の安全を確認して横断歩道を渡りましょう。読み終わった新聞、雑誌などの置き捨ては不審物放置の元となるだけでなく、車内美化の妨げになりますので、お持ち帰りいただけますようご協力お願いします。次は西早稲田でございます。次、止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。訪問や電話などでセールスを受けたときはすぐに契約をせず、不安なときは最寄りの消費生活センターに相談しましょう。次は総大正門でございます。次、止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。
ご注意願います。